強敵に対抗するため一人でも味方を増やしたい連合軍。そんな折、正義感にあふれ武勇に秀でた将がいるとの情報がもたらされる。その男は類まれな大食漢だという。これを聞いた海姫は自慢の手料理で大食漢を虜にせんといきまき、男が倉庫番を務める村へと出陣。海姫の料理を狙う大井もその後に従った。一方、大食漢が番人を務める倉庫には怪しい影が迫る。村人たちが蓄えた食料を根こそぎ奪い取らんと妖魔軍が卑劣な作戦を開始していた。さあ、今日は腕によりをかけるわよ。噂の男気あふれる大食漢はどこ？私も同行させてもらっていいかしら。あなたの料理が気になって仕方ないの。一体今日はどんなご馳走を？乙女の料理に資格はないわ。肉、魚、野菜、あっさり、こってり、何でも来いよ。とても素敵だわ。私にも分けてもらえると嬉しいのだけれど。もちろん手伝ってくれるならいくらでも。まずは大食漢の武将を見つけないとね。待ってなさいよ。相手は大食漢。これぞ乙女の腕の見せ所。私の手料理で胃袋つかんだる。カイ殿の料理は絶品。人に渡すのは惜しいけれど仕方ないもんね。かしこみ申す。あんなところに食料庫。もしや大食漢の彼が隠れているかも。誰だ？見つかったか。噂の将じゃないのか。よからぬことを考えているの。倒さぬ。運命だ。ヨウマメ、この食料は我らの蓄え。渡すわけには。引っ込んでろ。食い物は俺たちが根こそぎいただくぜ。任せときな。よしよし、趣味よく運び出せてくれ。俺は一眠りしてくれ。お前ら邪魔がりだよ。お任せを。米粒一つ残らず盗み出します。じゃあついてきな。いいだろう。よーし、中の奴らもとっちめたる。外で凶暴な女が暴れているだと？まずい。食料を早く運び出せ。そこをどきるぞ。撃ち取ったよ。人の食料を奪うなんて許せない。徹底的に追い詰めてあげる。そうよ、絶対許せない。大食漢の彼に手料理を振る舞う。乙女の女子力を見せつける好機、逃すもんか。広さの割に食料が少ない。まさかすでに妖魔に盗まれたというの？参ります。凶暴女が入ってきた。誰が凶暴女よ。お料理上司。せっかくあいつがいない隙を狙ったのに。あのデカビスよりよっぽど怖えよ。はぁ、誰が怖いですって。デカブチ、それに退職か。もしかしたら私は払いたくますにません。あの兵士、どこへ行くのかしら。追った方が良さそうね。さあ、覚え。貴様に怒鳴られる。邪魔者は成敗したし、お料理女子に切り替えないと。やっぱり第一印象が肝心よね。大変だ。オイラたちの食料庫が荒らされてるだよ。悪さする奴はとっちめてやるぞ。
の人が探し求めていた退職官の彼。そう、ちょちょだ。でも困ったわ。この状況だと間違いなく私たちが疑われてる。村のみんなの大事な食い物がおめえらが盗んだだか。悪党セイザイ。違う、私たちはただ美味しい料理を作って食べて、みんなのものを勝手に食っちまおうとしたのか。こっち見てやるだよ。おいけ。ずっとに投げちまったな。みんなに合わせる顔がねえか。このままでは巨女殿の誤解は解けない。盗まれた食料を取り返すしかなさそう。じゃあ巨女さんにも一緒に来てもらいましょう。私たちが盗っ人じゃないって証明するの。せっかく盗み出した食料が。これで食料の保管場所は分かったわ。後で回収しに行かないと。敵の兵から食料の保管場所を聞き出しておいたわ。手分けして回収しましょう。任せてきな。そのお姿に心が震えます。強さは力。私も恩恵を受けたいものです。あなたの暴れる姿を見ていると燃えてくるの。私もあなたの暴れる姿を見ていると燃えてくるの。私もいいぞ、その調子だよ。助けに来てくれただか。ありがとね。私はどんなに食べても変わらないし、満たされない。こんなに多くの肉まんを奪っていたなんて、本当に許せない。かしこまりました。おいら肉まん大好きだ。半分こして食べるともっと美味しいぞ。あなたの暴れる姿を見ていると燃えてくるの。私も。そう、恋にも似た気分よ。
食料奪われてたまるか。ウスッとは褒めるだったがけど、おいら腹が減って力が出ねえだよ。やってらんねえ。流してくれたらお前らにも分けてやるぜ。私を酔わせたいの？でもここにある酒樽だけで足りるかしら。さあ参りましょう。いいな。すごい修行。これだけ飲む私でも酔えるかしら。酒があるとみんな喜ぶかやな。でもおいらは食う方が好きだぞ。おめえこそ真の三国無双だ。あなたの暴れる姿を見ていると燃えてくるの。私も。ちなみに巨女さんの一番の好物って何？おいら何でも好きだぞ。けど一番は10日は考えねえと決められねえだ。カイドの料理は何度か食べたけれどどれも絶品。他にはどんなものが作れるのかしら。煮物、煮っころがしや焼き魚は基本中の基本。あとは缶ね。お団子にあんころ餅、それからすごいわ。たくさん作れるのね。カイドならいつか私を満たしてくれるかしら。それにしてはなぜキャテ殿が食料庫に。知らないこっちで腹も減っておいら倒れちまっただ。そしたら村のみんなが食べ物を分けてくれただよ。だから恩返しに食料庫の搬入引き受けただ。なのに食料奪われちまうなんて。どうしたら。消失気に入って来るの。私も。
弱肉強食。あなたの姿を見ると胸が締め付けられるわ。そう、コインを似た気分を。お前たちだけじゃ食い切れなくて傷んじまうぞ。手伝ってやるから、盗め。山のような食材も片っ端から料理してみせる。料理女子の腕なめんな。かしこみます。次は負けぬぞ。立派な棒。参りましょう。きっと大切に育てたのね。取り戻せてよかった。甘くて美味しい桃だ。今が食べ頃だぞ。食べ物を取り返してくれてありがとね。ミスったと間違えて悪かっただよ。よし、食料は運び出せたか。って誰もいねえ。何をもたついてるんだ。さっさと奪い取れ。ようやく黒幕のお出ましね。のせいで盗人呼ばわりされたんだから。あれが泥棒の親分だが、おいらがとっちめてやるだよ。ほんと、あんたがいてくれてよかったわ。奥の手を出さずに済みそう。わしも同じ。アクアケアに会った時覚悟しろよ。あなたの力を借りたくて来たの。もし仲間になってくれたら、とっておきの手料理作ってあげる。あのおにぎりよりうめえもの作れるだが、おいら一緒に行くだよ。カイ殿のとっておき楽しみね。今夜こそ満たされることができるかしら。ぬすっとと間違えて悪かっただよ。許してくれ。もういいわよ。それより今夜は腕によりをかけて料理するから、たくさん食べてよね。おお、ごちそうか。おめえ美人だし、すんごくいいやつだな。ちーん。それって正直な感想よね。ご飯に釣られたとかじゃないよね。ねえ、カイ殿はとても素晴らしい女性だわ。どうか自信を持って料理に励んで。なんか二人ともやっぱりご飯目当てじゃない。まあいっか、新しい仲間が加わったお祝いなんだから、食べきれないくらいじゃんじゃん作るわよ。おいら嬉しいだよ。おめえたちのためにこれから頑張るぞ。想像してたのとはちょっと違うけど、こんなに喜んでくれるなんて乙女冥利に尽きるわ。よし、おいら頑張るぞ。こううまくいくと気持ちいいもんさね。うまくいったようでようございました。